主人。私だ、ネルだ。ネルですか、どうしたのですか。メリア、お前、スティアがケモラーの主様と契約するという話、知ってたのか。知ってましたよ、もしかして今日契約したんですか。ああ、今小さくなって主様の頭の上に乗っている。それは管理がしやすくて助かりますね。ネルとミエルで結構厳しかったので。メリアお前、いいのか。スティアがもしフェアの人格を出したら対処できないぞ。ああ、まだ私はフェアさんの方は会ってないので何とも言えませんが、ご主人に忠誠を誓っているのには違いないんですから問題ないですよ。簡単に言うじゃないか、知らないぞ私は。珍しいですね、ネルがそこまで念を押すなんて。まあ、あとこっちも残りリーグ2つなので終わり次第そちらに戻ります。それまで調整お願いしますね。ああ、パトさん、もう少しスティアさんを撫でさせてもらってもいいですか。これは反則球だよ。次私ね。起こさないようにね、機嫌損ねて俺の頭飛んでも嫌だし。のんきなものだ。主様、鍛錬の続きをするぞ。カナも主様の相手をしてくれ。ことかは引き続きオーラを生み出す訓練だ。わかった。それじゃあパト、頑張ろうか。それでは私は離れて頑張りますね。パト君もカナちゃんも頑張ってください。あとはテルに指導を任せて私は主様に変な癖がつかないかしっかり見ておかなければな。こうして、残りの予選リーグが終わり、ご主人たちも各自目的を果たし、一日を終えました。そうですか、ならオーラ技術も今のところは順調なんですね。テルはすごいよ、抜けてそうで、指示や指摘が常に的確なんだ。そうだね。それに私も一緒に見てもらってるから私自身もそれなりに扱いが上手くなった気がするよ。そうですか。大会中は全く専属神としての仕事ができていないので心配だったのですが良かったです。みんなは大会に集中したらいいよ。ケアもトレーニングも私たちで何とかするし、スティア様が常にいてくれるなら護衛としても心配いらないからね。ありがとう、ミイエルさん。本当にミイエルさんがいて助かります。はい、主様。これで長文のケアは完了したよ。最近オーラの使い方が良くなったからか、筋肉の疲労が少なくなってるね。しかもあれだけカナちゃんと激しい近接戦をやったのに思ったより身体が痛んでなかったし。いや、それは俺も不思議だったんだ。昨日までのカナの攻撃ってかなり響いてたんだけど、今日は全然全く響かなかったんだ。確かに今日のパト、私が攻撃してからのカウンターがすごく早くてかなり押されたよ。じゃあエテルちゃんの契約がしっかり反映されてるんだね。エテル、何か関係あるの？オートマタレイリウム、と契約するとその従属の守備力数値がそのまま主様の守備力に上乗せされるんだよ。だからエテルちゃんと契約した主様はエテルちゃんの守備力が超上乗せされて強化されたから強くなったんじゃないかな。それってすごく便利だね。こんな使用せずに契約していった方が早いんじゃない？もう無理だと思うよ。多分もう主様の容量的にこれ以上契約したら反動が来そうだし。やっぱり上限はあるんですね。何せ強大な力を持つ従属と契約するわけだからね。今で10人？もう限界だと思うよ。いいさ、もともと自分の力で突破するってメリアと約束したし。エテルの剣は不可抗力だけど、体重は最大限に活かしてみせるよ。さて、明日1日挟んだら明後日からは本戦だ。俺たち全員1回戦から世界クラスの強敵だ。しっかり足調整して本戦に臨もう。はい、それではおやすみなさいご主人。それじゃあ私は石化呼んでくるね。昨日順番入れ替えたからね。ああ、頼む。なんか、想像以上に気になるわね。まあ、これで命を守ってくれるみたいだからさ。いや、別に問題ないんだけど、それ横になって落ちたりしないわよね。確かに。すっごいわね。もはや接着剤でもくっついてるのかってレベルでくっついてるわね。すごいよ。これ、スティアが床に当たりそうになったら体がそこから動かないんだけど。音程バリバリ働いてる証拠ね。あ、音程で思い出した。あそここにお母さんとオウカとカナメくんが来るけどいいよね。ああ、問題ないよ。でも結果はいいの。うん、むしろお母さんから事前試合を申し込まれたよ。私がお母さんを超えたかを確かめたいって。それすごいな。まだ月下やろかですら母さんから認められてないのに。だから明日私はお母さんと本気で戦うよ。パトもよかったらカナメくんと戦ってみたら。いや、いいよ。俺は自分のことで手一杯だから、もう時間も限られてるわけだしね。そう、なら明日に備えて寝ましょうか。ああ、そうだ。せっか、明日母さんとの試合以外は全部俺と鍛錬しよう。見せたいものがあるんだ。見せたいもの？ああ、きっとこの大会ではせっかも必要な技術になるはずだよ。となるとおそらくオーラ技術のことかな。わかった。2日間の成果を見させてもらうわ。パトの予選からたった2日で別人のように強くなってる。戦闘力自体に大きな変化はないのに。オーラ技術だよ。光線、あの技術を通常の動作の中に組み込んだんだ。
それだけで同じ戦闘力オーラ数でも戦力が何倍も跳ね上がったよ。それがオーラ技術。ああ、この2日間でこれだけのパワーアップだ。カナも同じだよ。だからセッカもこれからは俺と一緒にテルの元で特訓をしよう。俺たちはこの1年、メリアの主要デッドを仕上げてる。だからきっとセッカもすぐに身につく技術のはずだよ。ハクは誘わないの？もうカナから伝わってるはずだよ。それにネルの言う通り、この大会で優勝を視野に入れるならこのオーラ技術は最低限持っておかないと話にならないのがよくわかった。わかったわ。それじゃあお母さんたちが来る間、訓練をお願いするわ。ああ、頑張ろう。わあ、セッカたちはずっとこんなところで鍛錬してたのね。道理で思いっきりできるわけだわ。わあ、すっごいファンタジーだね。すごくテンションが上がるよ。いや、それよりなんだ。このバカでかい複数のオーラの気配は。それはやっぱりやってるんでしょう、鍛錬を。ここで答えの主様、オーラが乱れているぞ。この鍛錬は痛感するだろう。いかに普段から能力やポテンシャルに甘えてきたか。真の強さは能力ではなくオーラ技術の完成度だ。最悪能力で不利でもオーラだけでなんとかなる。こっち、竜らしく威嚇してるのか。今と君のは威嚇じゃない、オーラなんだよ未熟者が。ふう、これで朝から4連勝だな。ほら見える、さっさと直してやれ。あのね、傷が治るからって別に毎度ボコボコにしていいわけじゃないんだからね。鈍感でヘタレな主様から1オーラ提供してくれたからな。今日はすごく気分がいい。なんなら見える機能のリベンジでもするか、ラストアタック以外の方法でボコボコにしてやるぞ。やだよ、ほらどいたどいた、お客さんが来てるんだから急いで直すよ。いらっしゃい、レイカさん、オオカちゃん、カナメさん。すごいねあの人、ものすごく強いよ。今オーラ技術だけで戦う鍛錬をしているので。ですが講師は彼女じゃないですよ、彼女はあくまで実戦相手です。メリアちゃんでもないのね。はい、私も今回はオーブの件もありますからね、本気で優勝を狙っています。へぇ、なら私がセッカちゃんと戦った後にもしかしたら当たるかもなんだね。そうですね、そういえば試合見ましたよ。成長しましたね、オオカちゃん、本当に強くなりました。レイカさんはセッカちゃんの治療が終わったら奥の部屋に行ってください。オオカちゃんとカナメさんはせっかくですし一緒に鍛錬してみます。俺はまだ怪我してるし、用事があるからいいよ、オオカは先に行っててくれ。わかった、それじゃあせっかちゃんの代わりにお邪魔しようかな。それではレイカさん先に奥の空間に案内します。オオカ、なんでわざわざ地獄を選ぶのよ。知らないわよ本当。こんにちは、怪我しても私が全部直すから気にせずボコボコにされてね。あ、やっぱりやめようかな。お姉さん、なら私と遊ばない。確かソフィアちゃんだっけ。そうそう、暇だから遊ぼう。本当女の子しかいないな。さて、見定めようか。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も。お楽しみに。